はい、というわけに新横浜駅に着きましたね。これから多分あそこの地下鉄横浜中華街行きますね。ちょっと横浜駅まで行って徒歩で行くんで、サム結構脚力鍛えてたんでね。これが今の横浜新横浜状況ですね。これが今の状況はね、多分ここも非常宣言下で多分定数だったら少なかったはずやで、はずですよ。今までこそ多いけど定数だったはずやん、ね、こんなもんやん、定数だったはず。で、これが銀行です ね、 ね、馴染みのがゆうちょ横浜銀行だね。というわけでこれした、じゃじゃーん、日産です。今カロス事件で揉めてるようやけどな、揉めてるようやけど来ました、本物です。あんな11マスゴミと一緒にしないでくれ、本当に言ってるんでな。こちらがだよ。でこういう場所もありますかね。ね、まあこれは12月の25日の金曜日、朝から昼の間に撮りました。撮りました。あとはまあ配信は明日以降ですね。でこれが今の地下鉄状況ですかね。結構慣れてる。こんなもんですかね。で、いろいろ店が、ちょこれ、こうすごい。で、ここが新幹線の、ね、はい、今全然やってますね。で、ここでも掲示板がありますね。って感じかね。でこれが最もね。でここが町の状況ね。あとこれ、まあ、店の状況ね。この店の、まあ、ね、香港支店構えてる。そう、被害あったらしい、ね、去年のデモリストによる、あの人も宣伝してますよ。電車ます。これが町の駅の構内の調査。まあサムが今回ちょっと横浜ですね。ちょっと食べてみたんだな。程度済んだら行きますね。まあここまでかね。でこれから歩きますね。まあこれが今の状況。あ、光の加減ですみませんね、見えなくて。これが地下鉄の状況ね、いろいろ。まずこっち寄りましょう。はい、これが地下駐輪場、駐輪場の上下、駐停車、いっぱいありますね、タクシー。まあこういう、ね、横浜の名物来た、ね、まあいる。でこれがね、状況。これが町のね、まあそろそろ外ですかね。すごいね、これこっちに宣伝してやる。してここがね、状況ですかね。
施設の状況がね、すごいじゃん、もう。ほんで、3乗って。はい、ここが施設の状況ですかね。今、広場の近くに。これあるね。あ、これ本物やで、本物。笑うことじゃん、本物やから。本物やわ。笑い事じゃねえ。笑うことないか。ありますからね。まああっちにもあるんやけど、こっち結構なあ話しててこれが横状況ですね。状況ですかね。すごいね。ごめんごめん。食べ物の匂いがすごくでしょうか。すごいね。まあちょっと散策して結構すごいな。はい、馴染み銀行マンね、いる。まあ後ろにあるんでな。ね、これ日本郵政でしょ、ね、もっと新規さんに認めたら佐川急便みたいに。でこれが状況ね。ちょっと様子見に来たんでな、こっちの方面どうなってるんかなって、混乱してるかなと思って。でこれがサムが乗る予定の地下鉄ですかね。まあ地下鉄はもう慣れてるんで、この市営地下鉄乗りますね。これで行きましょう。きれいなところやな、本当に。すごいな。いや、単独で来たの初めてやいう。こう神奈川県来た。あとさんも歓迎。ああ楽しい。いやいやいや、鹿の。というわけで、これが。ですかね。はい、これが現在のね、ここの辺りの地図。で、ここ。で、これが、こうね、色に。ねえ、もしゴジラ来てもな、大丈夫、頑丈にできてるか、あっち。地下鉄建設するんやったら普通頑丈に作ってるはず、耐えられるはずや。あ、ようあるやろ、これ餌あんま、あんま良くないらしい。禁止してるとこもあるらしいね、条例で。あ、そういえば神奈川県で思いました。あ、なんかどっかの市が、何やったかな、あ、携帯規制条例作ったみたいな。なんかこういうしたら罰金刑下すとか。もうここどこなのか皆さん知ってるでしょうね。はい、ちなみにあのキャリーバッグ製ちゃんとあるから場合によっては駅員さんが見てくれるか、メジャーを持ってきてくれるか。もうサムもメジャー持ってるんで、毎日が全部合わせて160センチ以内で収まりました。こっちの小幅もこっちの、あ、もう縦幅も全部見ました、全体的に異常がない、ね、ね、これが今の状況。よくほらテレビとかでよ見るでしょ、朝のズームイン朝とか見るでしょ、皆さんこういうところで、はい、今中継ですって。今日あれやろ、こういうの。それと同じ感覚。まあ昼間の状況ね。こういうことか。すごいね、これ本物です。何じゃ、結構決まってるらしいね。まあこれがね、これが現在の状況ですかね。結構ゴジラ作品、怪獣作品で、ね、要は舞台になる場所。あね、神奈川。
多分田中富美ですよ。むっちゃかな好きなんやもう変でむっちゃっすびっくりやな、うん、ね、ここ工事中、ね、貴重な場面ですよ。めったに撮れんでうん、すごいな本当に。そういうわけですね、もういろいろね、ああやって皆さんと はい、また出発ですね。で、今では後ほどしょ、それじゃあ